アイランド、今回はソヌについて語らせていただきます。文化系トーク YouTube グランパンパースです。はい、アイランド皆さん見ていらっしゃいますでしょうか。あの皆さん、あの可愛いといえばソヌ、ソヌといえば可愛いぐらいな感じで、まああのアイランドの中のマスコットキャラ的な、まあ、タキもそうですけどね、もう可愛いといえばソヌっていうので、ね、通じるぐらいにソヌのね可愛さっていうのは際立ってるわけですよ。あのこれね、いろんな方言ってますけどね、あの男性として男子をこう普通にね、かけねなしで可愛いって思えるのってほぼほぼないんですよね。あの才能っていうかね、あれすごいなって思いますよ。あざといんですけど、なんかこういうのとか、あのでも嫌味に感じないんですよね。あれが不思議というかね、あのヒスンも言ってましたからね、あのよくそういうのできるねみたいなね。性格の悪い人が聞いたら嫌味に聞こえるかもしれないけど、あれヒスンのことだから本気であれすごいねって思っていたんだと思います。ヒスンはそういうところがあって、なんか自分に持ってないものを持っている人にはそうやってなんかいろいろ聞いて普通に称賛したりちょっと学ぼうとしたりするところがあるみたいなね。そこもヒスンの凄さだなと思っている。タキのロックダンスに関してもね、まあロックできないけど、あのそれについてもね、あのロックすごいねって言ってましたからね。はい、でソヌの話ですけれども、あの第1シーズン第2シーズンあって、まあ第1シーズンでまあグラウンドにずっといたんですよね。まあほぼほぼグラウンドにいたというかね、まあそのアイランドグラウンドで下の方にいたっていうところで、であのなかなかセンターになったりとか代表に選ばれたりするっていうところがないから、自分でカメラに映ってアピールをするっていうところをやったりとかするぐらいで、もうそういう感じだったんですけど、ただあの視聴者からの人気ってのはむちゃくちゃすごかったんですよね。まさか1位を取るなんて思っていなかっただろうし、それこそヒスンとかケイとかね、ソンフンとかもびっくりしていたわけですけど、あ、むしろプロデューサーたちが一番びっくりしてましたね。ソヌが1位なのっていうね、あの本当そういう風に言ってました。でもあのプロデューサーたちが見る目とファンが見る目ってのは違ったわけで、やっぱりアイドルなのでアイドルらしさっていうところで見たんだと思って、そうなってくるとソヌのアイドルらしさっていうのはもうね、もう超アイドル、めちゃくちゃアイドルなんですよ。もう言葉が出てこないくらいアイドルなんですよ。はい、で、まあ、ソヌね、あのアイランドビハインドの方でも、あのまあその日常を描いたような感じのが M ネットの方でやってるんですけど、日本語の字幕を入れてくださってる方が結構いるんで、それで 見ながらね、ドキドキ見てるんですけども、ソヌのあの扱われる量が随分多いなって思ってまして、あ、なんかこれソヌ気に入られてんのかなとかね、まあある意味ソヌがね、そのビハインドでそういう取れ高が多いから選ばれてるのかもしれませんけれども、まああの結構ね、あのアイランドのね、いわゆるちょっとダークと言わないけど、そこをね、クールな感じで進む、あの中で、本当に清涼剤ですよね。タキとソヌは清涼剤ですよ。そう、タキもね、まあリーダーに選ばれてね、あの、フェイクラブのパフォーマンスの時にちょっと全然タキの笑顔が見れなかったっていうのもあったんですが、この間のビハインドの中でヒスンたちと練習してるところでタキがちゃんと笑顔になってるのもあったんで、あ、ちゃんとこういうところもあるんだなっていうのは思って安心はしましたけれどもね。で、なんかちょっとね、ここであの疑問があるんですけど、ソヌは確かにあのすごく人気だと思うんですね。あの間違いなく。でもあのプロデューサーがどう思うかっていうところと、あのアイランドのデビューさせるためのグループがあのソヌの色に合ってるのかなっていうところがあって、ソヌはあのすごく可愛いのでアイドルっぽいっちゃアイドルっぽいんですよ、すごくね。でもなんか例えば T by T はもう全体的に可愛い感じのグループなので、アイランドのデビューはもうちょっとこうクールめな感じのグループにしたいってプロデューサーたちは思ってるんじゃないのかなっていうふうに思ってます、私はね。だそこで行くと、例えば、まあ、ヒスン、ケイ、ジェイ、ジェイクあたりはクールなんですよね。で、ソンフンとかもね、その辺に加わるとなかなかいい感じで。で、そこにジョンウォンかな。で、こうすると、あと一人なんですけど、あの、これいろんな方、あのね、いろんな推しの人がいると思うんで、これ私の、ただの私の意見ですから、あの、怒らずに聞いてもらいたいんですが、ニキかソヌじゃないかなと思ってますね。あの、7人目。今の、ね、6人に加えてですけど、クールめな感じのパフォーマンスグループを作るんだったら2期の方がいいんですよね。まあ2期を入れることによって、まあ、日本人たちのそういうファン層も結構取り込めるっていう部分もあるしね。
ハンビンっていうのあったか、ハンビンを入れてベトナムを取り入れるっていうのもありますけど、まあ本当わかんないですね。これ本当に私の意見なんで、ニキかソヌだと思ってるのは私の意見なんで、はい。ダニエルとタキは相当奇跡が起こらないと難しいのかなって今のところ思ってます。ただ最後のテストはグローバルで決まるはずですよね。そこで2人脱落するはずなんだけど、グローバルのテスト、まあテストではソヌが落ちることは多分ないような気がするんですよね。視聴者にはむちゃくちゃ人気ですから。で、落ちるとしたらプロデューサーからの評価ってことになるけど、今のところプロデューサーからの評価が一番悪いのはタキとダニエルなんですよね。ニキとかも結局褒められてたし、ハンビンにしてもね、この間すればハンビンに対する評価ってなかったけど、でも悪くも言われていないんでね。あとハンビンに関してはチッケムの視聴数がもうすげえって話を聞きました。だまあプロデューサーがその3つ目のテストで多分1人落とすわけですけど、まあダニエルかタキか、まあハンビンあたりになってしまうかなっていう気がしています。心配なのはソヌが体が弱いっていうところだったりはしますけれども、ニジプロジェクトでもあかりとかがまあちょっと体が弱いっていうところもあったりして、ね、そういうのもあったわけですからね。でエピソード9のソヌに対するプロデューサーの評価として、自分の持ってる魅力というのを意識しすぎて他のメンバーと色が違う歌を歌ってるように見えましたっていうような、そういう評価があって、それって結構だから直さないといけないところなのかもしれないっていうふうにちょっと思ったりはしました。多分このアイドルグループだからソロじゃないので周りとの色を合わせるっていうところがあるだろうし、ヒスン、ソンフン、ジェイあたりはまあ絶対入ると思うんで、あの辺のイメージに合わせるとしたらクール系なんですよね。ソヌがだからこのクール系のイメージに合うかどうかっていうところとか、そう色的な問題というかカラー的な問題でソヌ可愛いしデビューしてほしいけれども、果たしてだからプロデューサーたちがソヌをそのふさわしい色として、アイドルの色として思ってるかどうかっていうところはありますね。ただここも多分グローバル側で落とされるっていうことはなさそうなので、まあ、結構ソヌがデビューする確率は高いかなと思ってはいます。ニキもデビューする可能性あるけど、ソヌとニキどちらか選ぶって時に、まあ、もしかしたらソヌの方がちょっと可能性高いかなっていう、ただなんとなく全体的な色としてはニキを入れた方がいいっていう気がして、この間のエピソード9のニキのね、ニキって可愛かったですからね。あ、ニキこういうのできるんだねって思ったんでね。ニキも可愛い担当でいいんじゃねっていう風に、ちょっと体が小さいってこと本人は気にしてますけども、でもまあいいんじゃないかなって思うんですよね。まあダニエルがもしデビューできなかったら、まあニキが最年少ってことになってね、可愛い担当というのはそこでいけるかなっていうね。まあニキ本人がそれを望んでるかどうか別としてね。でもケイとニキね、まあ、タキもそうだけど日本人2人入れるかどうかっていうね、そこもあるんですよね。だから本当に読めないですね。本当読めないですけど、ただそれだから結構楽しいっちゃ楽しいですね。今後の展開というのを期待してます。で、まあソヌデビュー組に入る可能性高いだろうなと思ってるんですが、日本人ですからニキの方がいいです。あ、ケイはまあ、ちょっと心配なところも本当あるんですが、ケイはきっとデビュー組に入るだろうと思ってます。まあ、希望的観測もありますけれども、だからそういったところもあるので、まあ、ニキの方がいいけど、ただソヌの可能性結構高いかなっていう気はしてますね。はい。あの可愛さっていうのはね、本当に唯一無二ですからね。あれをだから、デビュー組にさせなかったとして、じゃあ他の、企業とか、JYPE とか、ああいう感じ好きそうだから、JYP の方でデビューしちゃって、それですごい人気出ちゃったらね、ビッヒの方もね、パンシーホクもね、あーって思うだろうしね、だから、もしかしてソヌを逃さない感じになるかもしれない。ただ、本当にわからない。でも、とても予測が楽しくて仕方がない。そんな風に思っております。7人と言っといて8人とか9人とかなったりしないんですかね。まあそれはないか。もう最初から言っちゃってますからね。というわけで今回はね、かわいいかわいいソヌのお話をさせていただきました。いや、ほんと見ててね、小動物のようでね、とても癒されますよ。動物の森とかに出てきてもらいたいぐらいですね。はい。ではよろしかったらチャンネル登録お願いいたします。ではこの辺で失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。グランパンパースでした。